まほろ駅前、ただ便利軒は、三浦紫音による日本の小説。第135回直木35賞受賞作品。文藝春秋より出版されている。また、それを原作とした漫画、映画、テレビドラマも作られている。本校では、続編、まほろ駅前番外地、まほろ駅前競争局についても扱う。便利屋を営む男性と、その友人の1年間を描いた作品。別冊文藝春秋、第255号から第260号にかけて連載され、2006年3月に単行本として出版された。原作のイラストは、下村文。2009年1月に文春文庫として出版された。別冊文藝春秋、第274号から第280号にかけて、連作短編、まほろ駅前番外地が掲載され、2009年10月に単行本として出版された。週刊文春2010年10月28日号から2011年9月15日号にかけて続編となるまほろ駅前競争局が掲載、2013年10月に単行本として出版された。イラストは下村文。山田由紀が作画を担当する漫画版がピアニッシモにて連載されていたが、同誌の休刊により中断した。その後、メロディーに掲載誌を移し、2010年2月号から2016年12月号まで連載された。コミックスは、同社の花と夢コミックススペシャルレーベルより4巻で完結。本作は、瑛太、松田龍平主演で映像化され、シリーズ作品となっている。第1作、まほろ駅前、ただ便利軒は2011年に映画化され、続編、まほろ駅前番外地は2013年1月から、テレビ東京系、ドラマ24において、同キャストでテレビドラマ化された。2014年10月には、シリーズ第3作のまほろ駅前競争局が映画化された。まほろ市の駅前に位置する便利屋。ただ便利軒。その経営者である、多田圭介、そして彼の元へ転がり込んできた、仰天晴彦。二人の下へ舞い込んでくる、どこか奇妙で、きな臭い依頼に関わっていくうちに、様々な人間模様が見えていく。痛快便利屋物語。物語の舞台となっている、まほろ市は、神奈川へ張り出した東京都南西部最大の町という、設定であり、著者である三浦が在住している町田市がモデルとなっている。東京都南西部最大の住宅街であり、歓楽街であり、電気街であり、書店街であり、学生街であるがゆえに、スーパーマーケットやデパート、商店街や映画館といった施設は軒並み揃っている。そのため、生涯を通して、おおよそのことが、まほろ市内だけで済み、町から出ていくものが少なく、たとえ出て行ったとしても、また戻ってくるものが多い。作中に登場する、箱久、幼い町といった地名や、風景の多くは、町田市内に実在する地名や建造物をモデルとしている。まほろ駅前ただ便利軒まほろ駅前番外地まほろ、駅前競争局単行本未収録短編まほろ、駅前シリーズ第1作、まほろ駅前、ただ便利軒を映画化。2011年4月23日公開。監督は大森達史。主演は瑛太、松田龍平。東京都町田市がモデルであり、実際に町田市全面協力で市内ロケが行われ、2010年7月から8月までの約1ヶ月にわたり撮影。エキストラも最大200人以上を使っている。キャッチコピーはカムバック、幸せ。バツイチ男二人の痛快でやがて胸に熱く迫る便利屋物語、お困りごとはアフターケアも万全のただ便利軒へ。公開に先駆け2011年4月16日から7月3日まで町田市民文楽館言葉ランドで映画公開記念展覧会三浦紫音ザメイキングオブまほろ駅前ただ便利軒展が開催された。全国111スクリーンで公開され、2011年4月23、24日の初日2日間で、甲州産373万7、580円、動員24702人になり、映画観客動員ランキングで初登場第10位となった。2011年キネマ旬報日本映画ベスト10第4位。太字の役名はテレビドラマ版にも登場。まほろ駅前シリーズ第3作、まほろ駅前協奏曲を映画化。2014年10月18日公開。監督、スタッフは前作の映画、まほろ駅前、ただ便利券の大森組が担当。ドラマ版との関わりは映画とドラマの相違点参照。前作と今作では配給会社が変わっており、東京テアトルとリトルモアが共同で手掛ける。キャッチコピーは、俺たち、パパになってもいいですか？×1、2人。その愛を命がけで守れ、便利屋。子守に恋にバスジャック。便利屋コンビに危機迫る。主演は、瑛太、松田龍平。その他、メインキャストも、第1作目から連続ドラマを経て変更されていない。また一部ドラマゲストのキャラクターが今作で再登場しているが、別人の設定になっているキャストもいる。太字のキャラクターは実写、まほろシリーズ前作にわたって登場。は、まほろ駅前ただ便利券に登場。はドラマから登場。上記の映画版の続編として、まほろ駅前シリーズ第2作、まほろ駅前番外地をテレビドラマ化。2013年1月11日から3月29日まで、テレビ東京系、ドラマ24にて放送された。監督、脚本は、湯煙スナイパー、モテキを手掛けた、大根仁が担当、主演の瑛太、松田龍平を、はじめ一部キャストは、映画版から引き続きの出演となる。ドラマ24ではこのドラマが、通算30作品目にあたるため、ドラマ24第30弾特別企画という、サブタイトルがつく。最終話は、番組調整の都合上のため24時42分25時22分に放送。キャッチコピーは、いろいろあるのさ、誰だって？本作では原作の世界観や主演2名のキャラクターは活かしつつ、小説や映画とは違うパラレルなものを描こうと企画され、電気グルーヴの著書に描かれたピエール瀧のエピソードを元にしたり、探偵。ナイトスクープを思わせる番組が登場するエピソードなどを登場させ、原作にないオリジナルストーリーを多く盛り込んでドラマ化している。2013年3月のギャラクシー賞月間賞受賞並びに平成25年日本民間放送連盟賞のテレビドラマ部門優秀賞を受賞。2013年4月6日から19日の期間内で全12話を4パートに分けてユーロスペースで上映された。テレビ大阪を除くテレビ、東京系列局では、2013年10月9日から12月25日まで、水曜23時58分24時45分枠において、再放送を実施した。また、瑛太は、最高の離婚、極北ラプソディにも主演しており、同一クールに3本の主演連続ドラマが放送されたことになる。太字は、ただ便利券に仕事を依頼した人物。まほろ駅前番外地に関するカテゴリー、まほろ駅前協奏曲に関するカテゴリー。ありがとうございます。